ヒューミラーは、スコットランドの地質学者、作家、民族学者である。独学の地質学者で、多くのポピュラーサイエンスの著書を残し、スコットランドの重要な古生物学者であるとされる。クレマーティで生まれた。教区の学校で読書に親しみ、17歳で、石膏として採掘場で働き、スコットランドの海岸を散歩することによって、地質学に興味を持った。 1829年に死証を出した。1834年に地方の銀行の事務員となるが、翌年に新聞記者として雇われ、エディンバラに移り、その仕事を生涯続けた。地質学の著作には『ザ・オールドレッド・サンドストーン』『フットプリンツ・オブザ・クレアトール』『ザ・テスティモニー・オブザ・ロックス』スケッチ『ブック・オブ・ポピュラージオロジー』などがあり、オールドレッド・サンドストーンが 最も有名である。この著作は、シルル期後期のアカディア造山運動から石炭期の間の体積について記述されている。ミラーの宗教的信念は、新たな進化の理論に厳しく反対し、聖書の記述を支持する立場に立った。晩年は、病気からひどい頭痛に悩まされ、スコットランドの化石の著書の構成を終えた後、自殺した。ミラーの家は、 博物館として公開されている。ありがとうございます。